止血の方法。直接圧迫止血法は傷口を強く直接圧迫します。綺麗なガーゼやハンカチを当てて強く押さえます。感染防止のため血液には直接触れないように注意すること。ビニールやゴムの手袋、ビニール袋などを使うこと。片手で圧迫しても血が止まらないときは両手を使い体重をかけしっかり押さえること。気になっても様子を見たりせずしっかりと長く押さえましょう。ちょい見禁止なんだな。関節圧迫止血法は傷口を直接圧迫しながら傷口から心臓に近い止血点を圧迫します。動脈性の出血の場合に行います。